思いっきりと。ありますね、なかなかの対策でございましたね。さあ続きましては、中野区の世田谷の痩せ方からいただきます。こんなよい高齢事務所は言うな。マネージャーがすぐ風俗に行く。ですね、空き時間に見なくなっちゃいますね。はい、どうしたの。はい、ですね、不況が見なくて、お嬢とこっちの打ち合わせ行ってました。何て言うの言ってんだっけ。こうやって言うとも、俺にも紹介しちゃう。続きまして、劇場のお散歩島行った電波だ。あれ、全然もっと知らないな。よく見ました。電波でですね、相方の他に突っ込んで、お前、いい復興するな、なんて返してたし、お客さんも巻き込んで、左からビンビン、ビンビンさん、ビンビンさん、セルマさん飛ばして、ビンビンさん、お前とはまるでやってやんねえよ。お前、それ本気で言ってんのか。本気で言ってたらこんな感じで、いいよ。バカよ、おとなしく。読み方気をつけてください。喉が、鼻の詰まったこと。ちょっと喉が、もう危なくて、下げた。はい、ちょっと、練習させてください。はい。戻りました。ちょっと、うん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